イオンタウンクワナ申法は、三重県クワナ市法にあるオープンモール形式のネイバーフット型ショッピングセンターである。周辺の宅地開発が進み、人口増加が見込まれるため、2013年11月29日に開業した。近隣にイオン系列のショッピングモールであるイオンモールクワナが存在しているものの、 こちらのイオンタウンクワナ申請法は地域に密着したショッピングセンターとしてテナントの差別化を図っている。当ショッピングセンターは高台に位置しているため、見晴らし、デッキが併設されており、クワナ市内を一望できるようになっている。イオンモールクワナを保管し、新興住宅地からアクセスしやすいように作られたため、周辺の大型商業施設と差別化を図った店舗や、 地域密着型の店舗が多く見られる。そのため、イオングループのショッピングセンターにもかかわらず、イオン系列のテナントは、マックスバリューのみである。テナントは東側には、マックスバリューのある旨があり、その南側には、駄菓子屋、リサイクルショップ、カルチャーセンター、猫カフェ、ペットショップ、西側には、インテリアショップ、ドラッグストアなどがある。ありがとうございます。